はい、皆様おはようございます。お元気でしょうか、いつも昔まかない道場ご視聴誠にありがとうございます。ハロハロ。はい、ということでね、本日はこいつです。麻婆豆腐の素ですね。はい、これを使って何作るのってことなんですが、チャーハンですね。はい、チャーハン研究家のまかないでございます。これを使ってチャーハンを作っていこうじゃないのっていうことですね。はい、それでは早速薬局ですね、始めてまいりましょうか。美味しいのできるから。はい、まず使う材料ですね。よし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 、はい、出てきました。ね、これ2袋付きなんで、これ1袋とね、これを1袋ね、要するに1人前の麻婆豆腐の素ととろみ成分ですね、これを使っていきたいと思います。それでは早速薬局、グレートハンター何がグレートなんだよそれみたいな、始めてまいりましょう。はい、それではですね、早速薬局ですね。はい、いつものようにね、ネギの青いところね、これをガツンガツンとね、切っていきましょう。ガツンガツンパッカラですね。ガツンガツンパッカラ、ガツンガツンパッカラですね。ガンガンガガンガガガンガガンガンガンと、まあ、こんぐらいあればいいかみたいな感じですね。はい、切り終わったらね、ボウルかなんかに作ればキンコンカーンですね。はい、入れておきましょう。まあ具はこんなもんかな、こんなこんなもん、こんだけ、あ、卵ある、卵はね。はい、そしたら一緒にスープ作りたいんで、ね、ネギ玉です。はい、ネギ玉ね。はい、まあ、1人前だからこんなもんでいいかな。ちょっと切って、この目が最後あったね。これ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 。この緑色のやつ、これちょっとまずいんで取った方がいいね。うん、これ取っちゃいましょう。OKOKだね。うん。あとこのお尻の硬いとこね。はい、こんなもんでいいかな。はい、そうしたらこれもスコルバー金婚館と器に入れて。こっちはスープの材料ね、こっちはチャーハンの材料ね、ネギネギだけどね、ネギつなげだけどね。はい、それではね、バービーコーナーの方へ参りましょう。はい、分かりやすいようにね、器にねぶちまきました。で、今日使うご飯の量なんですが、ね、300g ぐらいの想定でいきましょうね。 200g ぐらいでこれ半分使うとちょっと辛口になっちゃうかもしれないです。まあ、とりあえずスープの方に玉ねぎ入ったんで、この素ね、半分向こうに入れちゃいます。はい、半分入れて半分残りましたとですね。はい、それでは、チャーハンですね、作ってまいりましょうか。ガッツリだとね。はい、フライパンに火をまだしない、まだしない。おお、バックファイヤー来たこれ、危ないよ。はい、まだしない、ごめんね、その前 やることあった。はい、ラードね。はい、ラーディをバッツンバッツンバッツリーノスケですね。はい、そうしたらまずおろしにんにく、じゃあおろし生姜少々ね、少々ね、これでチャーハンらしくなるから急にね。はい、そしたらおろしにんにくね、にんにくね、今日は少なめでいいかな。まあ入れた人はガツンと入れちゃってもいいけど、ガーリックチャーハンっていう感じでもないんだね。うん、はい、これぶち込みました。はい、そうしたらここで初めて天下一発天下とね、感じですね。おお、スープがあるんだな、ちょっと一回止めとくね。うわ、あとあれ塩とお酢入れても出来上がるから向こうはね。はい、それではね、チャーハンですね。はい、まずこのラードにね、がっつりとね、ガーリックとジンジャーの香りを染み込ませていきましょう。ガッツンガッツンツッツリーノスケですね。ガッツンガッツンツッツリーノスケとね。はい、これ以上やっぱ焦げちゃうんで、いい感じになったんじゃないの。ね、はい、そしたら生玉ねぎ、あ、バッツリなとこね、入れていきましょう。はい、崩しちゃうよ。ここはさ、無理しないで中火とか弱火でやっちゃっていいからね。はい、飯入りました。はい、あとはね、卵が焼けたのを見計らって返すとね。はい、こんな感じになりました。はい、ギーネ入ります。残ったギーネはスープに入れてしまいましょう。はい、こんな感じでね、ガツンガツンと卵とネギとまず飯ね、これを合わせていきましょう。ガツンガツンパッカリですね。ガツンガツンパッカリのスープですね。はい、これだけでもね
非常にいい香りになってまいりましたね。なんか芯が厚いパックありますね。この飯のダマダマがね、ほぼほぼなくなるくらいまでね、ガツンガツンとやってください。はい、それではちょっとやっちゃいますね。はい、いい感じでね、馴染み合いました。したらね、ほんの少々の塩、今日いっぱいもいらない、ほんの少々ね。はい、ガツンガツンパックありますよね。もう 0.5% 0.3% ぐらいですね。はい、そうしたら一気に仕上げますか。で、これ最後ね、おお、ぶつかっちゃった。最後に投入いたしましょうね。はい、これ入れたらもう速攻焦げ出すんでね、こっからはもう一気に仕上げますよ。はい、クンガツンパックありますよね。クンガツンパックありますよ。ガンガンガン、君を麻婆色に染めてやるぜ、この野郎。へい、いや、そんな色嫌よ。コバルトブルーとかショッキングピンクがいいわ、私にアテホイ。はい、クンガツンパックからですね。はい、ほぼほぼね、白い飯が麻婆色に染まったんではないでしょうか。はい、ガツン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 ですね。ワンツースリー、ワンツースリーね。はい、これでもうチャーハン完成ですね。はい、最後仕上げ、ブラックペッピーシャンシャンシャンとね、シャンシャンシャン拍子で、はい、お願いいたしまーすと。はい、オッケーベイビー、完成よこれね。うん、したらスープの方行こうか。はい、それではですね、スープの方行きましょうか。もうほぼほぼあれだね、玉ねぎもなんかゆだっちゃった感じね、あります。はい、そしたらね、ここでとろみつけちゃうよ、スープで。これでね、はい、ちょっと開けてね、ガツンガツンとろりのすけですね。ちょっとね、これ水溶いちゃうからね。はい、出来申した。おお、どうしよう、お前何回ぶつかってるんだよ。すいません、申し訳ないです。はい、したらね、もう冷めてるうちにぶち込みましょうってことですね。はい、したらね、ここで天下一発しますよね。はい、この辺は弱火でいいんじゃねえみたいなね感じで、じっくりね、このスープにとろーみ先生ですね、とろーみ先生をつけてまいりましょう。はい、こっちのブラックペッピーシャンシャンといっときますかね。はい、そうしたら味付けに入りましょう。はい、お酢ね。はい、お酢少々。うわー、この5分の1ぐらいでいいか。これ相当酸っぱくなっちゃうよ、これ。やっちまった感あるな。まあでもちょっとラードで胃がもたれるかもしんねえから、酸っぱってちょうどいいかもしんねえな、これな。いや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 、やっちまった、やっちまった、やっちまいまいましたよ。はい、ちょっといやいや強火にするかね。はい、チャーハンで生玉揚げ使ったんですけど、さらにゴージャスにいっちゃうね。生玉揚げ、もうダブル生玉揚げでね、もうね、やる気満々みたいな。おお、ちょっとこぼちゃこぼちゃね。あとはシェイキングしてね。はい、これは全体的にとろみがついたら、これとフカヒレスープかみたいな感じになっちゃうけどね。フカヒレスープですかみたいな。ちょっと味見してみるか。塩入れなくちゃいけないんだな。酸っぱそうだな、これ。いただきます。あ、そうでもないよ。はい、そしたらね、ほんの少々のお塩。ね、はい、入れましょう。はい、グツグツ言ったところで、ね、はい、回し入れまーす。ワン、ツー、スリーと。ね。はい、あとはね、卵に火が通ったら完成です。いい感じだね、これ。これも、これはこれでさ、飯にぶっかけて食ったらうまそうじゃない。弱火いかないと焦げちゃいそうだな。弱火でね。はい、いい感じになってきたね。大丈夫そうだね。オッケーベイビーだね、これね、きっとね。うん、もうちょいいくか。もうちょいね。うん、もうちょい。じゃあ、あと10秒ぐらいいきますか。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。はい、止めましょう。はい、それではね、これとチャーハン持ってテーブルの方行って、もう一気食いしちゃうから今日。ね。はい、ではただいまですね、テーブルの方に、とろみスープ、の麻婆味チャーハンですね。運んでまいりました。それではまずとろみホールいきますか。これよ、フカヒレかお前みたいなね。
味的にはね、スーラタンスープに似たような感じで非常に美味しい旨味のあるスープができました。元からひき肉とか入ってからこれね、いただきます。あつまお酢あんごで入れても気になんないね。あんぐらいでいいかもうちょっと少ない方がいいかもしれません。ちょっとむせそうな感じ、熱いと。いただきます。おいしい、このとろとろスープよ、これよね。いただきます。おいしい。今日は卵ね、贅沢に2つ買っちゃったからね、ちょっとエンゲルケース上がっちゃうかもしれませんがね、美味しいんで、まあ、俺卵いらないよって方は別に入れないもんね、よろしいかと思います。はい、それではね、最後に紅生姜添えさせていただきました。いただきます。最初に飯入れたら最後に一気に煽る感じで、最初から元入れちゃうと焦げるから絶対、ね、いただきます。これがうまいわ、やばい。このたまに入ってるこのひき肉入りのひき肉、これがなんかもうチャーシュー代わりみたいな、結構このひき肉の味が濃いのよ。で薄めに仕上がったこの飯で、たまにひき肉が口の中入ってきてこう噛むとジュワー、もう麻婆味爆発やんけこれ、へーみたいな感じですね。いただきます。だからこれ一袋で2人前作れるとこだね、チャーハンスープとかね。いただきます。これですよ、まあ丸美屋さんも美味しいけど、こういうまあまあまあもっと安い、なんていうのかな、 PB 商品の麻婆豆腐とかでもね十分美味しいんでね、試してくださいね。いただきます。マジうまいから、やばいよマジで。いただきます。たらとろみスープですね。いただきます。これ相当腹いっぱいだな、困っちゃうの昼からね。いただきます。あ、スープうめ、どうす。まだとろみがついてるからなかなか冷めないね。いやでもそこはうまいんじゃないのみたいな。いただきます。おいしい、いやもう間違いなく美味しいんで、ぜひね皆さんお試しくださいね。本当美味しい、やめらんね。はい、ということで本日も最後までぶたなしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日はこちらですね、麻婆豆腐の元でチャーハン&スープいっぺんに作っちゃおうぜ企画、この野郎昼から言う方がいいということで、ね、お送りいたしました。本当に美味しいんでね、ぜひ試してみてくださいね。はい、そして皆様に一つお願いがございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいグッドマーク一票を入れていただければ幸いかと思われます。モチベーションアップにご協力ください。マッシブルーということで失礼いたします。おかずがないとき、卵、玉ねぎ、ネギあればできちゃうから飯。あ、これだし使ったけど水でも全然 OK ね。水でやる場合は鶏ガラスープの素かなんかちょいちょいね入れるか、味の素ちょいちょいとね、入れてみて、作ってみてください。それでは失礼いたします。またお会いしましょう。じゃあねー。